今日はちょっと今までしようと思ってできなかった話をしようかなと思ってまして辰巳、はい、さんは正面しかユニフォーム映ってないじゃないですかはい、はい、背中ちょっと、うんはい、39番でございます。す長選手 の番号なんですけども、ちょっとミクのミクルということで、はい、三十九番になってます。はい。でもやっぱりちょっと庄司選手の活躍は気になりますよね。もちろんそうですよ。センターバックとして、はい、応援してますから。はい。本当に。自分大好きなのに。いやいやいや、庄司選手も大好きなので三十九にします。ではい。あの広井さん自分がつけてた番号のもう後継者というのはちょっと気になるものですか。あ、レオバイア選手。はいはい。 気に、うん、まず気になりますね。気になりますか。気になる。でもなんか最初二十七がこう、左サイドを駆け上がってる姿を見て。うん、なんかすごい違和感ある。絶対上がってなかった。本当だ。ああ、す、活躍してくれているので。すごい嬉しいですね。そうですよね。ちょっと私も見せたいものがありましたはい。ついにですね。おめでなさいね。あの。あ、届きましてね。クラウドファンディングの。あの、クラウドファンディングで。 あの最,高最高 T シャツが昨日届きましたので、お,おそらく皆さんの元にも届いたんじゃないでしょうか、かこ,いいはい、これですね、はいで、これを見せると、うん、私がどれくらいクラウドファンディングしたかばれちゃうんですけど、うん、T シャツにさせていただきますありがとうございますどこかで着ようかなと思ってるんですけど。 収録でね、来てみようかなと思いますが、だから順次、皆さんもね、ツイッターとかに上げてると思いますけど、いろんなものがだんだん届いていくのかなと思いますので、お楽しみと、あと山形の話、あんまり聞けなかったですけど、質問ください一人で、お友達と行きました、じゃあ、交代交代で、どれくらいですか6時間半くらい。 そうなんですよ。え、片道？片道六分間。朝の三時半とか四時に出てでちょっとお昼前くらいに着いてでスタグルを堪能してはい。そこがそこがメインですよね。そうです。まあそうそうではない。ないですもちろん。試合中眠くなったりとかしない？全然全然全然もうずっと立ってこうやってジャンプしてはい。 してます、ね。毎試合こうやってアウェイに行く。いもいらっしゃいます、ねい。そうですよ。本当に頭が下がりますよね。うん、んなんかそれをこう、別にいやいや言ってるとかじゃなくて、うんうん、やっぱり皆さんこう楽しみに応援することもそうだし、はい、こうやってみくるちゃんのように、スタジアム。うん、<laughs> スタグルだったりとか、はい、まあ他の観光地だったりとか、<laughs> はい、こういうとこをこう一緒にこう織り交ぜながら。うん こう楽しいこう旅行にしてもらってるっていうのは、うん、本当に嬉しい限りですね。ただし、しゃ終わった後食べるものはこう内容によって変わってくるんでしょうね。<laughs> あ味がね。<laughs> <laughs> ですよね、はい、終わった後はなんか食べましたとはもう次の日すぐに予定があったのでもう速攻で帰りましたねじゃあ芋煮が一番勝っ,、ねはい、ったのでちょっと帰り山形の美味しいお肉食べようかなって思ってたんですけどもちょっと時間がなくて食べられなかったのでまた次回 <laughs> あの映像で見てたら人数は確かにアウェイだから。はいはい 少なかったですけど、うん、でも結構声は聞こえてましたよねそうですね、うんうん、あの自然とゴール裏に皆さんが金沢のサポーターさんがギュギュって集まっていてもう歓っていうか声はすごく出てましたねそうですかいやーあでちょっとでも聞こえるとなんか嬉しいですよねあ嬉しいです嬉しいです、ね、やっぱきつい時とか、うん、はい。 こう相手が点取ったりとかこう終盤になってくると盛り上がってくるじゃないですか、うん、そういう時にやっぱりこうパッとこういいタイミングとかで声が聞こえてきたりするとすすごいこう力もらまそして加藤選手があのゴールした時に孫選手がちょっと走ってきてこうやってゴール裏でこうやって盛り上がれってやってたんですよもうそれ見て私もうわーって <laughs> テンンション上がっちゃいましたね選手側からそういうことやってくれるとやっぱ盛り上がりますよね。うん 試合映像を見られる方は、応援席の左上の方うから、黒い帽子をかぶせて、ますので見つけてみてください。<laughs>